朝方は曇りがちだった水面上この時間帯もただしっかりと上空からは日差しが降り注いでいます G3 オールレディース第54回東京中日スポーツ杯初日のレースここから後半戦ですどうぞこの後も YouTube を含めて戸田のレースでお楽しみください後半最初のレースは7レースの予選競争ウィンウィン7が始まります 1>, 1号艇愛知大竹飛鳥2号艇埼玉原香織3号艇大阪和盛光4号艇岡山薮内水稀5号艇埼玉島田成紗6号艇福岡松本麗以上の6選手ですこの時間帯もスタートライン上は向かい風が主体の水面状況です2マーク側の6人コース動きありません123456と作戦待機行動3対3の枠なり 大滝の前半、インから勝利、連勝なるか2コース2番の原3コースには3番の和森、門市4番矢部、薮内2節前の優勝モーター5コース、5番の島田こちらも2節前の優出モーターそして松本は前節の優出モーター18号機をゲット6コースからインコースから1番、2番、3番4番、5番6番です。 スタートしました。内寄うちよりは、これは六点。みんな早くなってしまいました。とてつもない痛恨のコールがあります。なお、ファンの皆様にお知らせいたします。この第七レースは六点。前提フライング。一番大滝、二番原、三番和森。 四番・矢部吹、五番・島田、六番・松本、六艇前提フライングとなります。このため、レースは成立・中止ということになります。レース不成立ということになります。この第七レース、一番、二番、三番、四番、五番、六番、全選手フライング。返還欠場となります。第七レースに関するすべての投票権は払い戻し、返還となります。 どうぞ投票券お捨てになりませんよう大切に大切にお持ちください第7レース6艇フライングのためレースは中止不成立となります第7レース6艇前艇フライングレース不成立中止となります第7レースに関する投票券全て返還となりますお手持ちの投票券お捨てになりませんよう大切に大切にお持ちください